高篠の、ここは兵庫岡山の臨県コンビが前段で、9番和田圭は切れ目3番手、上新勢をまず外から4番の相川英吾蓋をしてきました。関東別戦自力割り切っての戦いであります。相川英吾はここへ入りレジェンド神山雄一郎下からとの戦いです。残り2周に入りました。4番の相川が神山雄一郎運の圧を下げて5周1センターの前に出ました。7番の鈴木信之、3番諸橋、8番上原、上新勢は中段を取りに行く。松岡健一が7番手下げさすらい打賞、5番の梶野、9番和田圭が9番手、2センターから徐々にスピードを4番の相川が上げていく。7番鈴木は坂を上げて4番手、幕に構えます。あと1周やや縦段の状況です。番手神山以上絶好だが車間を開け始めました。別戦の時期を警戒する。2コーナー4番手7番鈴木の幕に、ここは神山以上察知する、うまく合わせていく。おっと空いたところ諸橋、諸橋がいいもしゃくっていき抜き出さ、4コーナー余裕がある。3番諸橋先頭、諸橋機敏な動く。コーナー3番1番6番か諸橋恵夢です。金子隆史4番手、さて4周1コーナー7番手いた6番の栗山から動きます。4番山田久乃、近畿2社だけ動きますが、これに金子隆史地元中国勢を従えていません。早め早めにもう動いてくるか。関東勢が残り2周半で車を7番手目下げるか。バンクの上の方に上がった栗山俊介どうするか。金子隆史を抑えに来るのかどうするか。金子も栗山の動向を警戒する。4周4コーナー栗山行きます。金銀車プラス箱田3車で行きます。金子は4番手残り2周、9番の天田はこの段階で7番手、さあどうするか。天田がどうするか、少しペース上げた。6番の栗山2コーナーが息を踏み込んだ、縦長になって打勝です。車間を分けて箱田が3番手、1番の金子を車間を分けて4番手、9番の天田かなり離れて7番手になるか。縦に長くなった、9番の天田7番手、あと1周縦長の状況変わりません。ガムルシャに栗山による、車間を分けて8番箱田が3番手、金子4番手、9番の天田動けない。天田上もう栃木では見切りをつけた。神山切り替える、バック4番手が1番の金子がまくる、金子まくる、そして8番手が神山がいつの間にか中断する。4号落という真ん中伸びてくる、3番神4番3番か山田さんの2着に神山雄一をよく来ました。3周回に入ります。さて金子隆史が一策投じます。静かな流れをまず金子隆史が動かしてどうするか、誰も追っていかないか。まず1人関東で前にスッと金子が前に出ました。すぐに反応した。今度はエビネケータ残り1周半で一旦インを切って、さらに6番の山田さのりが4周3コーラ前、内側から金子はどうぞ、金子はサイド近畿2社の後ろに収まった。関東勢6番手から後ろの平原が車間を上げて、もう反撃態勢、体勢を整え始めました。残り2周です。6番の山田さのりがペースを上げている。準決勝果敢な逃げか。3番の金子3番手、1番エビネ4番手、平原は6番手、前の5人の胸中は同じの気持ちのはずだそうだ。平原が2走目となく6番手からまくり返せるか。6番の山田さんでペースを上げている。ホームの同じ手、2走目と同じだけだ。3番の飯島が離れている。6番手から平原がまくる、金子が抵抗、金子はどう、おっと平原が浮いた、神山が切れる、内に潜る、中段からごたついて神山が内側から、ここは5番の南を、おっと落下、平原2番1番落下点と4コラバッター、7番の神山先頭、神山先頭、神山のゴールは7番8番、あと9、6、3着微妙、その後3、5、4も微妙でしょうか。国で2勝しています。渡辺哲夫は約6年ぶりの G2 決勝進出、残り3周早くも上がります。8番の萩原と続きます。この動きに6番の山田が合わせます。4周バック3番の新田を6番の山田がさらに抑え、5番の原田を抑えてもがき合い、残り2周半から壮絶なデッドヒート、激しい攻防戦、山田が突っ張る、山田が突っ張る、3番新田内側から潜り寄る、中段を狙っている、おっと山崎が、山崎が
ここもレギュラー離れている。レースは多少周回、新田の後ろは5番の原田がうまく、原田がうまく収まった。山崎は8番でどうする。打賞で再度準決勝に青の呼吸が合うのかどうか。ここは8番の萩原抵抗する。山崎が何とか追い上げて新田が後ろ見て、新田が後ろ見て準決勝とうまくこれでホームでドッキングした。早くも番手まくり、ここは稲垣番手まくりも、もう新田が来ている、新田が来ている。山崎がつい突き切るが、最終バック3番手からここは新田がまくる。神山の号通過、稲垣抵抗する。稲垣とそして新田由来内側だ。神山だ、神山救った、神山救った、やはり最後は神様が微笑んでくれました。